あれ、こっちが興奮か。こっちが興奮 と見るとね、そんな感じもしないじゃないね。こっちの方が興奮かもしれないな。可能性がありますね。ちょっと後調べてみよう。残ってるのかな、これ。調査の跡があるのかね。これどこ行くんだ、これは。こっちも興奮かね。ここなんかあるところで、なんだろう、なんか建物があるんですけどね。あら、野外ステージがありますね。すごいすごい、野外ステージが。こっち見上がってみよう。ここ遠くから見るとこれもね、雰囲気に見えてしゃあないんだけど、あら、何もなさそうだね。ほら、野外ステージ、ライオン農家、サラ池古墳、サラ池古墳、こっちの方が、なんだこれ。神明神社古墳。え、ちょっと待ってや。神明神社古墳、ここやったな。全然価格が違うね。元向こうの方なんだけどね。いやいや、これはここにほら雰囲気があるんだけどね。この辺はね、雰囲気だらけで、これ神社でございます。100度しかない。あ、失礼します。こういうふうに整備されたんだけどね、ほとんど歩いた跡がないですよ、これ。もったいないね。ほら、きれいに、その下ね、こういうのって、そう、池があったな。ここ大きな池だったんだけどね。遊歩道がね、こう、整備されてるんだけどね。ほら、池が。ほら、あっこにも休憩所があるんだけど、これ無駄な立ち行きしなきゃいかね。ほら、あれも古墳だ。古墳だらけだもんね。これはどういうことじゃ、ここは。ただ公園かね、これ。どこに出るんやろうね。
そこももう見るからに興奮やけどね、これ。関数が興奮でございます、おそらくね。あれはどう見ても興奮やね、あれは。はい。車はここから来れてんねやわ。こんなでも何やったかね。これですよ、これ。これ。僕から右から左から見てる興奮やけどね、これ。なんか書いてもありませんか。何にもないんだね。上がれます、これ。これはどっから見ても墳丘でございますがね。これ、英墳で、大きな英墳やけど、何にもありません。看板がないから分かりませんわ。立ち入り禁止でございます。なんかホールとか書いてあるな。どこ、何のホールだろう。多目的ホールとか言ったんだけどね。ここになんか総合案内があります。一般駐車場、葛城の森。なるほど。研究施設 であちらの方が大きい建物だね。あれがホテル泊まるね、旅館ホテル。残念でございました。ここも墳丘やな、あれ。どう見ても左方向です。ほら、大きな墳丘がまた見えてきましたけどね。あ、これね、この道ね、分かりました。これ下から上がってきたらこう出てくるんだよ。あ、これは関係ないよね。で、向こうのね、35号線から向こうの山、向こうの葛城山の麓の道に出るんやな。これやわ。これ社会教育センターで奈良県のこちらなんだね。こんなんでございます。